皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。マサフミです。今回は中国の自動車メーカー BYD さんからですね、1ヶ月間ですね、車をお借りすることができましたので、その間長距離ドライブをしていきたいと思います。今回は愛知県から最終的にはですね、茨城県の潮来釣り具センターまで行って帰ってくるっていうルートなんですが、その間に伊豆半島で釣りをして、それからヒラメサーフヒラメの聖地と言われてるですね、千葉県の九十九里浜ですね、そちらの方を行ってルアーを投げて釣りをして、その後最終目的地の茨城県の潮来市ですね、潮来釣り具センター、村田はじめさんがオーナーの潮来釣り具センターによってですね、買い物をして、その後ですね、また伊豆半島で釣りをして、それで帰ってくるっていうようなコースで動画を作りました。最初に寄った道の駅掛川っていうところなんですが、そちらがですね、充電速度がものすごく遅すぎて、もう全然使い物にならないぐらいですね、遅いんですよ。なので、まあ早々に切り上げて、まあバイパスをまた走って伊豆の方にね、向かってきたいと思います。途中雲行きがね、怪しくなったんですが、伊豆半島の方にね行けば多少晴れ間とかも見えてですね、天気の方はね回復してるような感じでドライブできたので良かったです。富士山がね全然見えなかったので、まあまあ今回は富士山拝めないかなと思いながらドライブしていたんですが、なんとですね、天気が良くなってきてですね、さすが晴れ男と言われるだけあってですね、天気良かったです。天気悪くなってもしばらくすると晴れてくるとか、ね、そういうパターンが自分の場合多いので、まあそんな感じですね、このような感じで青空がですね広がっております。今は伊豆半島の方に入っておりますね。沼津を抜けて伊豆半島、沼津はですねほとんど禁止になってます。釣り禁止になってるので、伊豆の方までね足を運ばないとなかなか手頃なスポットがないっていうことでですね、近くの釣り具屋さんに聞いてアドバイスをいただいて、それでそこおすすめの漁港にですね今向かっております。ワインディングロードとか結構飛ばせる道もあったんですが、ほとんどですね自動運転をかけてやっております。このアット3にも日産リーフと同じようにオートパイロットみたいな装備がついてまして、なかなかね便利なので、ハンドルのところについたボタンでスイッチオンで自動でですね運転モードに入ります。操作系はですねもう見てわかるような感じの操作なので、まあ説明とかで全く受けずに適当にいじってたら使えたって感じになります。で、伊豆の漁港について釣りを始めました。このね赤い魚念仏鯛っていうんですけども、すごく美味しそうです。ですけどね、今回はですねゲームフィッシングということですね、キャッチ&リリース、釣れたら、まあ、逃がすって感じのスタイルで釣りをさせていただきました。まずですね人がアングラーさんたくさん見えました。結構この念仏鯛がですね回遊してまして、たくさん釣ることができました。さあ夜も更けてきましたので、ここからですね一気に箱根をね抜けたいので、高速道路を使って箱根を抜けて、そこからまた下道に戻ってディズニーランドの前を通って千葉県の方にね入ってきます。まあ、途中ですね充電をしました。
もうそこの充電器はね、早くて良かったですね。30分もやればですね、もうほぼ満充電に近い状態になりますので、すごくね、出力も高くて、便利でしたね。さあ、千葉県のね、看板が出てきまして、もう街中でですね、取り回しが良くてですね、1メーター85センチぐらいあるんですかね、幅が。ですけども、そこまで感じられないですね。車のね、大きさでしたね。やっぱりアイポイントが高いっていう今時のですね、SUV の形なので、見晴らし良くてですね、すごく快適でした。途中ですね、タックルベリーという釣り具屋のがありますので、そちらの方をね、ちょっと覗いたりして、時間をね、潰しました。そして、念願のですね、千葉県の九十九里浜の方に車を走らせております。九十九里浜はですね、サーフヒラメの聖地とまで呼ばれてて、私がよく使っている、利用している遠州灘っていうところがあるんですけど、遠州灘にもですね、負けず劣らずですね、有名なヒラメの聖地と言われてますね。いろんなルアーがこの九十九里浜とか遠州灘とかでテストをしてですね、世に出ているっていうことをね、聞いたことがありましたので、まあ、一度はね、行ってみたいところでした。さあ、九十九里浜のね、駐車場に着きました。海水浴場の無料開放されている駐車場でして、こちらの方でね、車中泊をします。この BYD ナット3は電動パワーシートがありまして、そちらをですね、ずーっと背もたれをですね、倒してですね、いっぱいまで倒して、それでクッションをね、腰に引いて、それで寝ることができました。足元もね、広々しているので、こういう感じの使い方で全然問題ないかなと思います。今回はね、寝袋なしで毛布だけでね、過ごしました。特にね、寒いってこともなく、朝までね、快適に寝れました。さあ、朝なりました。朝まつめをですね、念願の九十九里浜でサーフフィッシングを開始します。前の日に雨が降ったみたいで、砂浜はちょっとね、固め、ちょっとね、水を吸ってましたね。普段はもうちょっともうサラサラの砂なのかなと思って、結構ね、遠浅で、ここはですね、ものすごく遠投しないとなかなかポイントまで届かないような感じですね。周りに釣りをされてる方が ほとんどいなかったので、まあ、情報もね、取ることもできずに、釣果の方はね、貝一匹だけ貝がね、ついてきただけで、魚はね、釣れなかったですね。もうちょっとね、じっくりとね、攻める必要があったかなと思います。もう一群ルアーで、自分の中で一番信じてるルアーをですね、数個使ったんですが、どれもですね、撃沈です。そう、今カメラ逆になってしまいましたけど、そのぐらいですね、ちょっとね、アクシデントもありました。天気がね、こんな感じですね。決してね、悪い天気ではないんですよね。釣りにはそんなに悪くはないかなと思って。で、だんだんこれで天気予報は、開放に向かってくるっていうことですね。ヒラメの聖地ですね。九十九里浜、ありがとうございました。で、残り361キロ走れます。こっからですね、念願の茨城県ですね、北上しまして、イタコ釣り牛センター村田はじめさんに会いに行きます。この日はですね、お店におられるということですね。事前に情報を取ってありますので、さあ、出発します。
この BYD はですね、本当に街の中を走らせてもすごくね乗り心地がいいのでね、あの快適にもうあっという間に、ね、着いてしまいました。グリグセンターに到着して、それからツーショット写真を撮って買い物をしました。まあ、店の中はねちょっとお見せできませんけども、駐車場から失礼いたします。そして駐車場を後にして、それから人に着きます。さあ、すっかりね暗くなってしまいました。で、伊豆に到着しました。車中泊でお約束です。こんなね富士山をね眺めながら釣りができるなんてね、結構いいじゃないですかね。さあ、朝ごはんはですね外部電源でお湯を沸かします。実はですね、今回のあの超高速ねロングドライブではですね、こちらを使ったのが実はねこれでもう3回目になります。ちょっとねコツがあるんですが、順番を間違えるとあの安全装置が働いて給電ができないんですよね。でこればっかりはですね、あの PDF のオーナーズマニュアルの方をね拝見させてもらってって感じですね。今こうやってあの順番通りやってるんですけど、マニュアル通りやってるんですけども、そうするとですね給電ができるような状態になります。水を注いで、こういう簡単なケトルをね使ってですね、スイッチオン、ほんのわずかな時間でですね沸騰します。1500ワットですね、能力的には1500ワットまで使えるということですね。すぐね沸きました。で、ほとんどね部屋内ですね、あの充電の電池を使ってるんですけど、走行用の電池を使って沸かしてるんですけど、まあ、ほとんどねあの沸かない、あの全然減らないです。沸騰します。もっとねすぐね沸騰します。こんな感じですね、前の方からあの給電する形です。充電も前と同じ充電口を使ってます。で、蓋を閉めて、ケーブルをですねまとめて、リアゲートを閉めて、これもね自動ですよね、まあ、当たり前ですね、はい、そして3分を経ったかなと思ったところでいただきます。こうやって食べるですねあのカップ麺はですね、あと100円台でね購入したカップ麺ですけども、本当に美味しいですね。カレーはもう僕の中では一番好きなです。さあ、それでですね帰ります。今回はですねこんなようなドライブになりました。なんかね皆さんねあの楽しいことがありますように。今度ですねまた動画を作っていきます。どうもここまでですね、長い間ご視聴ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。それでは失礼します。